回は北海道にある阿寒湖あゆみこたんに行ってきました。行ってきました、まあ、3月だったのでこんなに雪が残ってるんですけども、うん、そう、でもとても天気が良くて、うんうん、天気良かった。本当に寒くて意味わかんないって感じ、うん、袋もねいっぱい羽ばたいて、そうです、うん、神様が迎えてくれるという感じでこの下から順番に登っていくっていう、うんうん、でまあ、ちょっと残念だけどコロナでねお店が結構閉まってて、うん、で、はい、あんまり入れなかったんですけど空いてるところいくつか入りまして、うん、ちょっとね中の画像がないのが悔やまれるんですけど、まあ、ここのお店とかで、うん、私は袋のネックレスを買ったりとか物色してまして、うん、でマリモ、マリモ、うん、大きくなるマリモと書いておきながらのひよこアヒルって感じなんですけど、ね、そう、阿寒はねマリモの産地なんですよ。産地っていうとなんかこう台湾みたいだけど、まあ、生息してるって感じですよね。うん、確かに。そうで、これがあのね買った、ね、そうそう、フクロウのネックレス、かわいい。そうそう、かわいい。で、あの上に上がっていく途中にこのどういうことですかこれは。クマね、うん、いや私これ気づかなかったの、ね、よ。マジで私も気になる気になる。撮っててくれたのね、うん、そうそう、でこれここのすごい有名なシンボルらしいんですけども、温熱性と言いまして、大きな、家という意味なんですけれども、まあ、地方に立つシンボルで伝統を守りつつ新たな文化創造を重ねるアートミュージアムらしいです、うんうん、そう、ずっとシアターだと私思い込んでたんですよ。ここちゃんとシアターがあってそこでいろんな舞踊、うん、民族舞踊が見れると思ってて、今回初めて、あ、美術館なんだ、うんうん、よし入ろう、やってない、うん、だね。そして、実はこの上の裏にあるのがそのさっき言ったシアターになりますね。こちら、うん、はい、こちらが、イコロ、うん、アイヌ語で宝物っていう名らしいです。へー。でこっちでその伝統舞踊が、うん、アイヌ古式舞踊がやってるらしいですけど、うん、まあ、当然やってなかった、うん、分かってた、ね、残念だったよね。イコロのロがねちっちゃいんで、そう、どうやって発音するんだろう、ちっちゃい色ってどうやって出すんだろうねっていうね。コールとかそこね、魚可愛いって、うん、ね、でも串刺しになったっけ、そうだね、どういうことなんだよ、干してんじゃないのこれ、あの、あ、ね、缶干しみたいな感じ、なんかこれから作るよって、はいはいはい、なんだっけ、鳥羽とか作ってんじゃない、あー、鮭とば美味しいもんね、うん、絶対鮭だよって、うん、ではここから降りていくと左側にいくつか飲食店がありまして、うん、今回はこのポロンノというアイヌ料理屋さんに行ってみました、うんうんうん、はい、で、こちら外のメニューが置いてあって、で、こちらが中のメニューになるんですけれども、うんうんうん、ゴールデンカムイにもすごく有名なユクとかチェプとかオハウっていうのが載ってて、そうなんですよ、うん、で、1品目がユックルイベエゾシカのたたき、うんうん、シカはここ以外でもいくつか何度か食べたことがあって、うん、たたきだとすごい柔らかくて美味しいんですよ、うんうんうん、美味しかった。ちょっとここで動画を撮ってる時にちょっとテープしてこう落ちちゃう、うまく食べる感じ、うん、コロッていうね、でもね美味しいねえ、いや本当美味しかった、また食べたいね、うん、そうです。で、うん、2品目がこのポッチイモ、うん、じゃがいものもち、芋もちなんですけど、うん、よく知ってる芋もちとは全くこう様相が違って、うん、どんな味なのかなと思ったら、うん、これものすごく美味しくて、しかもこの上に乗ってるバターがすごく美味しくて、合わせて食べて、うん、もう最初になくなりました、うん、本当に、うん、美味しかったね、取り合いかっていうです、うん、で3品目がメフスパ、うん、メフン鮭の塩辛のパスタです、うんうんうん、一回も聞いたことなかったんですよ、うんうんうん、鮭の塩辛、ね、っていう感じで、で味の想像がね、うん、最初できなかったんですけど、うん、なんか鮭の旨味がこう濃縮された、うん、まあ、塩辛で、まあ、塩辛らしさは確かにあるんですけど、うんうんうん、まあ、そんなにその生臭いとか全然なくて、うん、食べやすくて、うん、ね、入ってる具のねエビとかも美味しくて、プリプリです、良かったです。で内装もすごいいろいろ凝ってらして、うん、でも本当に今回ちょっともっともっといろんなところ行きたかったですよね、うんうんうん、そうだね、残念だったね。次回は他のものもね、あの、うん、おハウとかも全部食べてみたいなと思いました。10月1日からさっきお伝えしたイコロの古式舞踊とか温熱性の美術館も全部オープンしてるらしいので、また時間を見て行ってみたいなと思いました、うんうん、はい、じゃ ありがとうございました、はい、ご視聴いただき、はい、ご視聴いただきどうもありがとうございました。